皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は浦島太郎の第7回ですそれでは一字ずつ読んでみましょう今日はここからですこれは「さ」次は「く」のようですが「くね」っと入っています縦棒で「くね」っと入ったものは「てん」 という漢字を崩したもので、手と読みます。次は、女。ここは、ものという漢字を崩したもので、はと読みますが、濁点をつけて、ばと読みます。次は、う。次は、モースという漢字を、 崩したものです下にケルがありますのでここではモしと連用形で読みますこれはケ次はルですつのように見えてしまいますがこれはルですカタカナのハに見えますがハチという漢字を崩したものでハと読みます これはあ、そして先ほど出てきましたように、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。これは木のように見えますが、横棒が三本あります。車という漢字を崩したものと、信用です。連絡の連、そしてれと読みます。 これは王王様の王ですね。この王という漢字を崩したものです。ただし、仮名として読むときは和と読みます。これはレです。次はラ。これはを。 次は「本」という漢字を崩したもので「ほ」と読みますこれは「ん」次は「ご」ここは「く」ですねこれは「へ」ですこれは「を」 これは、くですね。次は、ら、せですね。このバネのような形の字は何でしょうね。これは、給料の給、たもうという漢字です。これを崩したものです。下に火がありますから、たまいと読みます。 これは火です。句のように見えますが、縦棒が入ってにょろっとしています。したがって句ではありません。これは天という漢字を崩したもので、手と読みます。これは多いという漢字を崩したものです。あの結び目が特徴ですね。たと読みます。多少のた。 これは美です。次は「僧楼」という漢字の究極の崩し方です覚えておきましょうこれはヘ「へ」「う」のように見えますが非常に小さい字ですこういうい時は、 可能のかという漢字を崩したものでかと読みますこの部分はしですねこれはこ次はれですこれは左から入って縦棒棒がまっすぐです これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。これは、くのようですが、縦棒が入ってくねっとしてますよね。てんという漢字でした。てと読みます。これは、はるという漢字を崩したもので、すと読むんです。春はるはすと読んでください。 次はて。これはらですこれはれ。これは,れこれはまです読めるところはどんどん読んでいきましょうね次はい。これはらです これはせ。次は、八という漢字を崩したものに、濁点をつけています。ば。これは何でしたっけ。二つ置いた右の行にありますね。二番目に、同じような位置にありますね。これは、おという漢字を崩したものです。かなとして読むときは、わ。 これは先ほど出てきたらです。これは八という漢字を崩したもので。はと読みます。ここははですね。次はい。これはどうでしょうか。これは行人弁に走る。 という漢字を崩したものに、濁点がついています。まず濁点を取りますと、生徒のと、ただしこれはつと読みます。濁点をつけて、ず、つれずれぐさのつと覚えてください。これはくです。次はへ。 これは人面に可能のか何という漢字を崩したものです。これは登るという漢字を崩したものでとと読みます。これはなですが奈良県のなという漢字を崩したものでなと読みます。るのように見えますが。 下の丸が大きいのが、なの特徴です。これは、りですね。そして、さ。次は、ふです。これは、らです。大きかったり小さかったりします。 これはぬのようですが、女編で結び目がありますので、ぬではありません。婦人のふ。ここでは、かなとして使われていますので、ふと読んでください。これは、変、お遍路さんの変、遍歴の変です。濁点をつけて、べ。と読みます。濁点がなければ、ヘと読んでください。 これは「あ起きる」という漢字ですね。えー「規律の木」を崩したもので「木」と読みます。これは「春」という漢字を崩したものです。読む時は何でしたっけはい「す」と読むんですね。春は「す」。これは「手」です。えー、次は「 たもうという漢字を崩したものです。これはひ。ここはですね、何でしょうか。はい、草龍です。そしてここの部分がは八という漢字を崩したものです。 ハと読みます。ここの部分はまあ難度が高いですね。えー、ややもするととと読んでしまいそうですよね。火の下がトに見えてしまいますが、二つ。まあ、これはあの、えー、その前のこのたまいという語を考えると、えー、下に続くのが何であるかが大体想像がつくんですが、ソロハ。 読むのがなかなかか大変です次は繰り返しの記号です。これは可能の「か」を崩したもので「か」と読みます。次は「い」。これは「し」です。次は「や」。 これは、うです。これは、国の宮のにという漢字を崩したもので、にと読みます。ふに似ていますが、左から入って縦棒がまっすぐであるところが、ふとは違うところです。次は、縦棒が入ってくるっとしてから、くのように折れ曲がっています。これは、天国の天。 手と読みます次は乃木坂ののという漢字を崩したものでのと読みます一つにまとめてしまいましょう本来は二つの文字でできていますがよくこういう形にするのであえて覚えてくださいこれはものと書いてあります ここは、思うという漢字を崩したものです。これは、非。次は、毛という漢字を崩したものです。毛髪の毛、したがって、かなとして読むときは、もとなります。このひらがなの毛は、毛という漢字を崩したものです。 これは、たのように見えますが、左側が方という漢字を崩したものです。よって、おいてという漢字を崩したものです。おと読んでください。このひらがなのおは、おいてのおを崩したものです。これは、るのように見えますが、奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。るの場合は、あんなふうに丸く大きく、 最後が丸くなっていません。これは字。次は下の方にうんと長くなっています。これが特徴ですよ。これはですね、ことという漢字を崩したものです。漢字でこのまんまかな、えー、ではありません。これはちょっと右上にもありますね。 二という漢字を崩したもので二と読むのでした次は手ですこれも本来は二文字ですがよく使われる形ですので、えー、覚えておきましょう上の部分はひらがなのこ、下の線が縦長になったものですそしてこれは腕はありません 素です。こそと書いてあります。何度か出てきます。これは草老。そして犬のように見えますが、これは八という漢字を崩したもので、ハと読みます。次は目。そして これはとです。これは可能のかを崩したもので、かと読みます。次は起きるという漢字を崩したもので、きと読みます。これはひらがなのく。次はと、濁点が薄くなってますが、ど。 と読んでください。これは「規律の規を崩したもので「規と読みますこれは「さ」ですねこれは「目ですこれは2文字以上を繰り返す時の記号です上の「さめ」を繰り返します「さめさめ」 まあさめざめと読むのが良いのですが、ここでは濁手がついていません。これはとです。次は奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これは起立のきを崩したものですね。起きるという漢字を崩したもので、読むときはき、起立のきと読みます。 こここれははは気気。持ちの気中は米米でです。す。ああえててここと書いてあります今はカタカナの目のような形で使っていますがこれはですね「気」と読まないで「気」と読んでください。気配とか「人気」そういった場合の「気」として使われていますよね。次は「れ」です。 これは八という漢字を崩したもので。はと読みますが、濁点がついていますので。ば。と読んでください。ここはうです。次は。ら。志という漢字を崩したもので。しと読みます。 次はず水の「満」という漢字を崩したもので「ま」と読みます。これは太郎の「た」ですね。「太い」という漢字を崩したものです。これは「ろう」です。これは毛髪の「毛、毛という漢字を崩したものです。読む時は「も」ですね。これは これは八という漢字を崩したもので、はと読みます。この部分はれ、次はとです。これは下が心というものを崩したんですが、上は田んぼの田を崩したものです。思うという漢字を崩したものです。 これはひです。これはおいてという漢字を崩したもので、おと読みます。これは奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これはるのように見えますが、あの最後の丸が大きいのでるではないんです。逆に奈良のなという字を崩したものだと思ってください。 これが字です。次は「ふ」この左側が大きく膨らんでいるものペンギンのようですがこれは「ねん」という漢字を崩したもので「ね」と読みますこれは「耳」という漢字を崩したものです長い耳は「に」と読みます気をつけてくださいね これはのです。後半が切れちゃってますが、これはり。これはおです。これはきです。えー、上の点も忘れないでくださいね。あれを取ってしまうと、さになってしまいます。 これはの。この形は、はい、可能のかを崩したもので、かと読みます。この横顔を向いたような鼻と口に見えますが、これは多少のたという漢字を崩したものです。かなとして読むときは、たと読みます。次はへ。 これはこ、です。次は起きる起立の「き」という漢字を崩したもので「き」と読みますが濁点がついていますので「ぎ」と読んでくださいこれは「出る」という漢字を崩したものですこれは須藤さんの「す」 という漢字を崩したものです。すと読みます。レッスン2です。短く区切って読んでみましょう。ここです。さて、さて、さてそこでというくらいの意味です。女、ば、う、もうす。 「女房申し蹴るは,ううけるはその女性が言うには「あはれあわれ」「ああ」そういう嘆きの単語です。 我らを我らを、えー、我らというのは複数いるわけではありません自分のことです、えー、私をという意味です「本国へ」本国へまあ「本国へ」「まあ本国へ」 私のいた元の国へおくらせたまひてたびそろへかしおくらせたまいてたびそろへかしこれは 送らすえー、お送りなさってくださいませという意味ですね。これにてこれにて、えー、ここで捨てられまいらせば捨てられまいらせば えー、見捨てられましたならわらわわ,わらわわらわわ今度はわらわと呼んでいますね私はいずくえいずくえ どこへ何となりさふらふべき何となりそろうべきまあどうなりましょうかすてたまいそろはば え捨てたまいソーロアバお見捨てなさるならかいしやうにてのかいしょうにての海の上でもの おもひももの思いもえまあ一人悩むことですねおなじことにてこそそろはめとおなじことにてこそそろはめと 同じことでございましょうと書きくどきかきくどき。くどこれはあつらい思いを訴え「さめさめ」と泣きければ。 まあざめざめと泣きければ、ざめざめと泣いたので、浦島太郎も浦島太郎も浦島太郎もあはれと思いあはれと思い。 まあ、かわいそうに思って同じ船に乗り同じ船に乗り、えー、その女性と同じ船に乗って大きいの大きいの これは沖の片へ」「かへ」ですねそっちの方へ「こぎ出す」と書いてありますが「漕ぎ出す」と読みます「漕ぎ出す」ということです。 さあまた次回ですごきげんようさよならまたお会いしましょうね